トッティの夢を語れ。どんなに描いたゴールが遠くても、こんばんは。パーソナリティのトッティこと元広島東洋カープの戸田孝也です。そしてこんばんは、アシスタントのおはるです。そして頼れるこの方。こんばんは、西田茂弘です。どうぞよろしくお願いいたします。本日はクリスマスということで3人でトークしていきたいと思います。ありがとうございます。お願いします。もうね、無料特別感出そうとしてますよね、はい、もうクリスマスですか。メリークリスマス、はい、テンション高くいかないとと思っていやでもこのクリスマスの日に放送っていうのもね、はい、なかなかの巡り合わせですよね。なかなかないですよね。そうですよね、はい、確かに、うん、じゃあクリスマスらしいトークをするってことですか。そうです、そういうことになっちゃいます、はい、ですよね、小春さん。あ、そうです、もうクリスマスなんでクリスマスの話をたくさんしていきましょう、はい、うん、ということで1回全員でメリークリスマス言いましょう。あ、ちょっとそれはごめんなさい。あ、ちょっと待ってください。なんでですか。それは違うらしい。なんでですか。メリークリスマス。わかりました。行きましょう。はい。せーの、メリークリスマス。ありがとうございます。ありがとうございます。もう揃ったような感じのバラバラのような感じで、いや、よかったですよ、はい。今回ですね、クリスマスにちなんで僕から放送を聞いてくださった皆様に、うん、ちょっとしたプレゼントを用意してますので、最後まで聞いて応募してください。よろしくお願いします。はい、この番組では番組のご意見ご感想をお待ちしています。メールは yume@fm777.co.jp 夢@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765 084-920-8765 です。この番組は格安航空チケット、ピザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りします。今週はクリスマス会ということで3人でトークをお送りしますクリスマス会いうのもどうかと思いますよね。いや、もう会にしときましょう。そうですか、はい、楽しくね、クリスマス3人のクリスマス会ですね。1年に1回の特別なイベントなので。あらあら、はい、なんかどっかの歌の歌詞みたいな言い方しますけどちょっとぶってみましたね、はい、いや、じゃあもうそれぞれクリスマスの思い出とかそういうことを語るってことね、はいはい、そうですね、うん、何かクリスマスの思い出とか小春さんありますか。クリスマスの思い出ですか、はい、まあ、でもやっぱ子供の頃にね、もらったプレゼン、サンタさんからもらったプレゼントとか強調したね、強調しましたね、サンタさんからね、うん、そう、はい、そう、サンタさんからですかね、はい、そうです、そうです、あの、私3人兄弟なんですよ、はい、3人兄弟でスーパーファミコン、はい、ね、年齢がバレるんですけど、うんうん、スーファミってやつですよね。スーファミです、はい、スーファミをもらって、で兄弟一人ずつになんかソフトを親が買い与えてくれて、はい、あ、でサンタさんがサンタさんが買ってくれた、サンタさんが、そうそう、サンタさんが買ってくれました。サンタさんが買ってくれて、そう、私あのマリオカートをもらったなっていう、そで楽しくやったなっていう思い出があります。はい、じゃあ毎年プレゼントっていうのはもらってたってことですか。小学生ぐらいまではもらってましたね、うんうん、中学校とか、中学校からちょっと私の元にはサンタさんが来なくなって。あ、そうなんだ、良い子にしてなかったんだね。そうですね、多分。あ、そうなんだ、はい、まあ、じゃあそういうプレゼントもらって、はい、まあ、兄弟みんなで楽しんだっていうね、はい、思い出があります。思い出があるってことだ。クリスマスはどういった過ごし方されてたんですか大丈夫です、私ゲストみたいになってる。いやいやいや大丈夫、ちゃんと時間配分は小田さん考えてますから、はい、大丈夫です、よかったです、はい、聞かれてばっかりだった、はい、うん、はい、何でしたっけ質問忘れたんですか何やそれ。じゃあ西田さんに聞きます。何や変わるんかいな、はいはい、クリスマスの過ごし方、いつも毎年どんな過ごし方されてるんですか。うちはね、そんなにクリスマスだからどうとかこうとかってあんまなかったんですよね。特別なイベントっていう感じでもなかったんですか。特になかったですね、はい、で、なんか思い出すとですね、クリスマスケーキが最初あったんですけど、はい、なんか途中からクリスマスアイスみたいな、はい、なんかケーキからちょっとアイスに変わったな、なんでアイスなんだろう、はい、って思った記憶ぐらいです、でも僕アイス、うん、あの、僕ケーキあんまり食べれないんですよ、うん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 、アイスの方が嬉しいかもしれない。いいですよ、はい、おしゃれじゃないですか。いやいや、そうそう、だから、あの、昔子供の頃はクリスマスケーキしかなかったんですよね、はい、
それがやっぱこう時代が移り変わっていって、はい、ケーキからクリスマスアイスみたいな、はい、そういったのもできてきたりっていうので、はい、そっちにまあ親が行っちゃったんでしょうね。うん、でアイスっていうのがありましたけども、はい、うん、なかなか食べきれないですねアイスってね。僕でもチョコケーキが良かったんですよ。だから親にチョコがいいですってずっと、うん、いいですって敬語使ってたんだチョコがいいですっていいですチョコがええなってええな言うてて関西え、じゃあクリスマスはじゃあそういうケーキ系をもらってたってこと？そうですね、僕なのであのそういうイベント、まあ、誕生日もそうですけどクリスマスの時はチョコケーキ出てました。ああそうなんだ、はい、おしゃれな感じよね。ですよね、うん、でまあプレゼントで言うとね、そんなだからねクリスマスだからプレゼントなんかもらうってことはなくてね、はいはい、ああそうか、うちは確かに煙突前もなと思ってた子供の頃でした。うん、サンタさんが入ってこれないから、ね、あそうそう僕もです、うんはい、でね、一回親にも言ったことあるんですよ、はい、うちなんでプレゼントないのか、はい、起きたら普通ねベッドのこう横に置いてあってとか言うのでしょって言ったら、はい、あんたが靴下置かんからよ言われてね あそうかと思って次の年靴下置いたんですよ、はいはいうんはい、そしたら、ね、そんなちっちゃい靴下じゃ入らんじゃんサンタさんも言われてね何だかな言われてプレゼントはなかったですね、はい、それサンタさんもあげる気、西田さんにあげる気ないですよもはやなかった、はい、なんやかんや言われてました、はい、親からはね、もうあげた方がいいんじゃないですか。だからサンタさんがかわいそうでしょ言われてねあそうなんだってずっと子供の頃思ってましたけどね。僕でもちっちゃい時一番もらって嬉しあのサンタさんにもらって嬉しかったのは、うんうん、ゲームボーイアドバンスってご存知ですか。ゲーム機ね、ゲーム機なんですよね、はいはいはい、やっぱそれがで当時その時ポケモンが流行ったので、はいはい、ありましたね、金銀バンっていう、うんはい、鳳凰と、うん、ルギアっていう、うん、あのメインの伝説のポケモンがいたんですけどわかりますどこで伝説なのそれは。戸田さんの中で伝説、僕の中でもポケモン界でも伝説です、うん、あそうなの、はいはい、そのカセットと同時にもらった時は、まあ、泣いてはないですけど泣きそうなぐらい嬉しかったです。そういうことね、はいはい、でこれ世代で多分私の時代のポケモンは赤と緑なんで、はい、赤と緑、あそう赤と緑、何そう、はい、最初のポケモンは、うん、多分赤と緑だったんですよ。で、はい、トッティの方がやっぱちょっと私よりも若いお若いので、うんはい、そうなんかちょっと若いぞみたいな感じなんやそれ別に若いぞは私、まあ、僕の方が若いですからね、うん、そうジェネレーションギャップ、まあ、でもそのプレゼントで、ね、年代って確かにあるよね。その時の流行りもんってやっぱ子供の時欲しかったじゃないですか、はいね、そうです。昔はなんかそのゲーム機っていうか普通のこうおもちゃみたいなね、うん、そういったのから今そういうことゲーム機になったり、はい、でなんか最近そのポケモンでいうとなんかカードとかそういうのがあるんでしょ。そうですね、今カードも人気ですよ ね、 すごいですよね、はい、だからああいう意味でその僕が、ね、子供の頃思ったちっちゃい靴下でも入るなと思ってカードなら今、ね、今年じゃあお願いできるかもしれない。そうですね、置いとこ、はい、なんでやねん誰が入れてくれんねんそんな僕がこそっと入れてくれますね、はいはいはい、まあ、そういう意味ではね、こう時代によってプレゼントもね、はい、なかなかこう変わってきてるなというのは思いますよね。うん、これ聞きたかったんですけど、はい、クリスマスケーキって何日に食べますか。うん、僕は25日です。あ、やっぱちゃんとしたクリスマスの日。そうですね、どういうことちゃんとした当日ってことね。そう、当日そのイブとか、はいはいはい、とちょっと前まで23日って天皇のお誕生日でお休みだったじゃないですか、はい、祝日 で、はい、でそこで祝う方とかも多分いらっしゃって。あ、そうそうそう、そうそうそう、うちは24でした。へえ、うん、うちもね24でしたね。それなんか理由があるんですか。いや特にないと、うん、特にないんか、エンチャークリスマスでつく名前がつく日だからみたいなそんな感じでしょ。24日がイブですよね。イブ、そうそうそう、でもクリスマスイブじゃないですか。だからクリスマス期間には入ってるってことですね。そうですね、そうです、名前がついてるからちなみにイブとクリスマスって何が違うか分かりますか。お、北クイズや、はい、戸田クイズや、はい、え、日にちが違うそういうことじゃない。なんちゅう答えやねん、ちょっと分かんないですか。え、分かります、西田さん。何が、どういうこと。クリス24日、うん、クリスマスイブとクリスマスって何が違うか分かりますか。はいはい、何が違う、はい、え、日にちが違うじゃん。いや、僕の情報だと分かんないですよ、うん、答え分かんないです。ああ正式じゃなくて戸田情報、僕情報なんで、うん、これを信じないでください、うん、イブが、うん、あの彼女とかと一緒にいる時間と聞いたんですけど、うん、で25日は家族だったり、はい、みんなで過ごす、はい、この情報は合ってるんですか。うん、どうでしょうまあまあでも、ね、分けた方がなんか円満に、はい、そうですよね
ちゃんとあの彼女の日も作って家族、家族の日も作る。そう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 、大事ですよね。あ、そうですか、はいはい、そういうどっからの情報なんやろねこれね。確かに僕もどっからの情報なんですかこれいや、なんか急にクイズ出すからね、自信満々なんかなと思ったら、はい、徐々に徐々になくなっていくっていう自信がね。歴史とした根拠があると思ったら違う、ね、ないですないです、ない、はい、僕情報なので、戸田さんがいつかどこかで聞いた話によるとってことね、はいはい、もうハーフハーフで信じてください。何やねんハーフ。そうですか。まあでもね、はい、そういろんなこう過ごし方ってのもねそれぞれあったりしますよね。家でね、はい、必ず過ごすって方もいれば、いやいやいろんなところに出かけるとか、逆にクリスマスだからこそちょっとこう、はい、イベントに出かけるとかね、うんうんうん、そういう方もいらっしゃいますもんね、はい、うん、どう、そういう思い出で言うとどうですか、はい、そうですね、あ、イルミネーションとかやっぱ見に行きましたかね。あ、ここ最近はね、イルミネーション、 そう、うん、そのまだね今のその夫と結婚する前、その彼氏彼女時代ですか、はい、なんかやっぱり、うんうん、ね、カップルとなるとやっぱじゃあイルミネーション行こうかってなって、あの千葉で有名なのドイツ村、はい、イルミネーション、はい、ドイツ村って分かりますそもそも。分かりますよ、分かります、はい、そこのドイツの村やんね。ドイツの村です。袖ヶ浦っていうとこにあるんですけど、はいはい、そこのイルミネーションが綺麗で見に行ったりとか、はい、いやでも今どこもイルミネーションにやっぱ力入ってますもんね。確かに、で、うん、広島もやってますよね。広島もやってます。それこそあの、何本通りですか。あ、そうそうそう、あの毎年あの期間でイルミネーション光るんですよ、うんイルミネーション光ると思うんですけど、イルミネーション光ってます。なんかスライディとかね、はい、カープのヘルメット、ドリミネーションね、はい、そうです誰も出さなかったからつい出しても、ありがとうございます、うん、見ますか。あ、見たことあります、あります、そうです。僕ちなみに毎年行きます。はい、それく点灯したもうよく実には行ってます。そうなんだ、毎年、はい、はいはい、それではちょっとここで一息ということで、はい、本日は僕のリクエスト曲を紹介したいと思います。はい、寿司さん兄弟の純白の花嫁です。この曲聞き覚えないですか。これ竹下さんがパーソナリティの時に小田さんがゲストで出ていた時の一曲ですね。もう読んだね今ね完全に読んだよね、はい、まあまあそういうことですよ。実はですね、うん、2回目なんですよこれ流すのかね、はいはい、でもそれぐらい僕好きな曲なのでぜひ皆さん聴いてほしいなと思って、はいはい、創業以来50年間マルケイ食品株式会社は世界の漁場から日本の食卓へ、プロの目で厳選された良質の魚介たちをお届けしています。高いレベルの衛生管理で安全安心、マルケイ食品株式会社。格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行、すべて電話一本、日本と世界を結ぶ架け橋となる存在に。旅行のことなら ZZB トラベルへ。今週もクリスマス会ということで3人でトークをお送りします。今週はね、はい、今週はなんかもう毎週クリスマスみたいなこと言ってたけど今週はね、今週は、うん、今週もにしましょうか。今週もいやでもこういうねクリスマスって、まあ、さっきね戸田さん最初の方でね、はい、もう1年に1回のっていうのは話されましたけど、はい、なんかそう思うと 2,3 回あってもいいよねクリスマスってね。そうですね、あの、うん、もう365日クリスマスねそれはどうかなと思うけども、ちょっと特別感が薄れる、うん、毎日ケーキ食べれるという毎日プレゼントもらえるということでそれはねいいですね、はい、ね、でもどうですかクリスマスになるとその食べるということで言うと、はい、夕食が豪華になるとかってなかったです、うん、大原さんどう。ありました、あったんですけど、うん、クリスマスってあのターキーレッグあるじゃないですか、あの、はい、鶏肉、鶏肉、うん、はい、あれ嫌いだよ私。なんでなんですか、めっちゃ美味しいじゃないですか、ね、これね多分なんか伝わるかどうか分かんないんですけど、うん、あのターキーレッグのこういう形を皆さん想像してください、うん、なんで鶏肉ってさっきから言わないのなんでそんなおしゃれに言ってるんですかあ、でもねそのターキーレッグなんでしょう、まだ言うの犬の、はい、犬の足に見えて、はい、なんか見えんやろターキーレッグはおしゃれだけど、はい、その後全然おしゃれじゃないですけど、うん、犬の足、はい、どんだけ想像力豊かやねなんであれが犬の足に見えるの。えなんかこの犬がこうやって座ってる時にこの下のとこにアルミホイル巻いたらターキーレッグみたいになるって ずっと思ってて、はい、で私犬飼ってたから、はい、か食べれなくてそれで、はい、そうなんですよ。だから毎年チキンナゲット、はい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 、なんか洋服を着た鳥は食べれるんですよ。何や裸の鳥が食べれない。何やそれ
何が違うんですかね。衣がついてないプリンが苦手なんですよ。いやでもその鶏の丸焼きとかって、はい、あの食べたことあります？あります。ドンって出されたことあります、はいはい、あれさなかなかちょっとこうナイフ入れるの抵抗ならない？そうですね、抵抗はあるんですけど僕もちっちゃい時大好きだったんですよ。ちっちゃい時、うん、今はなんかやっぱりいろいろ考えるようになって、はいはい、なんかもうちょっと見た目もそうじゃないですか、ザ・鳥じゃないですか。あ、そう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 、そう、そう、はい、丸焼きはね、そうなんですよ、うん、なかなかちょっとあの情が入りまして。いや、わかるわかる、はい、いや、あの丸焼きそのまま姿で出されたらちょっとうーんってなるよね、はい、それはわかるわかる。なので大人になればなるにつれて食べれなくなったという、うん、へえ。じゃあ足だけは大丈夫？足だけそうですね、まあ丸々よりかはまだ大丈夫です、うんうん、はい、あ、そうか、はい、まあ、決して犬の足には見えないけどもね。タイキーレッグですね。タイキーレッグでも結構クリスマスになると、うん、あの切ない気持ちになるんですよ。なんないですか？どういうこと？なんか、なんで？なんか気持ち的に、まあ、寒さもあるんですかね、まあ、それもその日だけ特別寒いってことはないでしょ。毎日寒いですよ冬は。なんかテンション上がりますか？クリスマスとか近づいてきたら、まあ、テンション上がる方かな、どっちかって。そういう人が多いと思いますよ。そうですよね、いや僕なんかいや、まあ、テンション下がるわけじゃないんですけど、うんうんうん、上がりもせずにちょっとなんかまだこの時期が来たかって思っちゃうんですよね。なんかそしたらそのクリスマスでその思い出す曲とかってありますか？曲ですか？あの僕学生とか若い時によく聴いてたのはエイジア、エイジア、エイジニア、何回言うねん何回言うねん、エイジア、エンジニアさんの一人のメリークリスマス、うんうんうん、なんか今自分が作ったみたいなイメージがしますよ ね、はい、そうですね。今ちなみに何回か見ました僕、3回3回は組みましたね、うん、使うけどねそこはね、使いましょう、絶対絶対使います。それはどういう思い出があるんですか？はい、いや結構僕あの、うん、学生の時とかは彼女いなかったんですよ。やっぱ、うんうん、高校っていうあの野球漬けだったので、野球が彼女だったからね、なので、うん、まあ、中学校もそうですけど野球漬けだったので、うん、あの男友達と一緒にいることが多かったんですよ、はい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 、なので、まあね、男2人3人とかでクリスマス近くなったらこの歌聞いて、うん、切ないなとか言いながらよく聞いてたんですよ。あ、そういう意味の思い出のね、はい、俺らにこの曲ぴったりやんとか言いながら、はい、あ、でもそれもでもなんかねいいクリスマスじゃない、うん、友達と一緒に ね、 そうですよね、過ごすっていうのもね、彼氏彼女と過ごすだけがやっぱ全てじゃない。そうそうそう、クリスマスじゃないからね。そうですね、そうですね、そうそうそう、家族と過ごすのもいいし、はい、仲のいい友達と過ごすっていうのもね、はい、これも素敵なクリスマスですよ、うん、そうですね、まあ、うん、この素敵なクリスマスなんですけど、うん、それが長ければな長くなるほど、うんうんうん、周り見たらみんなカップルなの、うん、羨ましい。いや、そこは負けずに行きましょうよ、ガンガンね。そうです、そうです。それでもみたいなね。それでも貫き通すみたいな、ね、俺らは男同士やぞ、どうだみたいな。そうそう、はい、逆にね、はい、逆にね、はい、でもどうですか、まあ、さっきね、はい、ずっとこう学生時代も野球やってっていうことに なるじゃないですか、はい、で、まあ、プロに入っても当然クリスマスを迎えますよね、はい、まあ、シーズンはオフですよ、はい、プロの時っていうのはどうですか、クリスマスっていうのは何かこう意識っていうのはあったんですか？そうですね、もう12月なのでオフの期間になってるんですけど、うん、はい、オフの12月が一番自由にできるっていう時期だったので、よく広島じゃなくて県外、それこそ USJ だったりとか、イルミネーションなんですけど、菜花の里ってあるんですか？わかります、わかります、はい、三重のすごく有名ですよね、はい、イルミネーションできるところがあるんで、見れるところがあるんですけど、そこに毎年行ってました、はい、誰と行ってたんですか？そうですね、こう、まあ、それこそ当時付き合ってた方とも行ってましたし、地元の友達と、うん、彼女もそうですけど、皆さんで一緒に旅行がてら行ってたりっていう思い出はあります。じゃあプロの時はこの、まあ、クリスマスというよりかは、はい、この12月っていうのは結構本当に、まあ、リフレッシュする、そうですね、で、そんな時期ではあったってことですね、はい、その中にクリスマスがあって、はい、で思い出がいろいろあると。そうですね、もう温泉旅行も行きましたし、やっぱりしかも地元の友達だけだとかだったりとか、本当12月の過ごし方は結構楽しく、もう、そういうことですよね、はい、過ごさせてもらいましたね。じゃあそれ例えばいつぐらいからその次のシーズンに向けて動き出す、はい、気持ち的にも含めてどのぐらいからなんですか？そうですね、やっぱ1月超えたらですね。あ、じゃあもう本当に12月から、はい、まあ、お正月に関しては本当にちょっと野球からまあ離れるというか、はいはい、離れます。そういう時期なんだ、はい、まあ、頭のかさつみではあるんですよ、絶対に、はいはいはい、そこはもう外せないっていうか、うん、でもより1年間で12月だけは
リフレッシュできる、ちょっと忘れられる時期ではあるので、じゃあ本当そういう意味ではクリスマスっていうのはね、はい、いいイベントではありますよね、うん、そうですね、毎年恒例の、好きなとこに行ける時期だったので、ね、そういうことですよね、はいはい、まあじゃあね、クリスマス、うん、はい、もうゆっくり過ごして、はい、まあ、今ねご家族もいらっしゃいますので ね、 そうですね、はい、うん、やっぱりご家族と一緒に、はい、ということですか。そうですね、うん、子供も生まれましたので、うん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 、やっぱりこ子供と一緒にいわゆるまた違うクリスマスイベントになるのかなと思って楽しみです、ね、はい、いいですね、そうですよね、はい、やっぱね家族ってお子さんできるとそのクリスマスの形というのもやっぱりちょっと変わってくるじゃないですか、うん、そうですね、今までとは、うん、はい、去年ももう子供生まれてたんですけど、サンタの着ぐるみ買って子供に、僕たちは着ないけど子供には着させる、あ、いいね、いいね、写真撮ったりしてね、写真撮って、いや可愛いですね、ね、おはるさんはそういう、はい、クリスマスのなんか、はいはい、イベント行事で仮装とかされないんですか。私しそうですよね、しそうですよね、サンタのコスチューム着てヨガの写真とか、うん、やっぱクリスマス限定でちょっと特別感出そうかなみたいな、うん、需要があるかないかは別としていやいや、ある、似合いそうですよね、めっちゃ、うん、よかった、トナカイじゃなくてよかった、確かに確かに、うん、今日そういえばはい、プレゼントがあるってね、そういえば戸田さん言われてましたけど、そうなんです、クリスマスといえば、うん、赤じゃないですか、クリスマスといえば赤、赤ですね、うん、赤といえばカップですよね、うん、ということで僕のサイン入り今年春のキャンプ帽子を抽選で1名の方にプレゼントします。春季キャンプの帽子を、春季、春季、あ、春季キャンプの帽子を、うん、これ非売品ですよね、キャンプの帽子ってね、いや違うと思います、本当ですか、はい、その情報どこで聞いたんですか、間違いですよ、多分お互いがもうそういう春季春季それ非売品とかもいいよ、仲良くしましょう、クリスマス会なんだから仲良く、ね、仲良くしましょう、ということでプレゼントはもう一回何ですか、はい、春季キャンプの帽子を、うん、カップの帽子、はい、はい、抽選1名の方にプレゼントします、サイン入りと、サイン入りです、はい、はいはい、じゃあこれ欲しいという方はどうしたらいいんでしょうか、おはるさん、はい、応募方法は本日から1週間以内に住所、氏名、電話番号を記載の上、メールまたはファックスにてご応募お願いします、はい、じゃあ改めて、メールとファックス番号をご紹介しておきましょう、メールは yume@fm777.co.jp です、yume@fm777.co.jp、 ファックスは 084-920-8765、 920-8765 です、住所、氏名、電話番号を必ず書いて応募いただきたいと思います。あと戸田さんへのね、優しいメッセージもいただけたらと思います、はい、もう優しい優しいメッセージをお願いします、最後の最後で噛んだ、噛んじゃった、さあ、ということで、はい、来週はこれ1月1日ということで元日放送ということになりますので、はいはい、今度は何、新年会かなんかするの、新年会します、するんだ、新年会ですね、もちろんだ、はい、はい、じゃあ来週もゲストなしで我々3人の、はい、もう大丈夫これ番組になるみたいなトークでお届けしたいと思います、はいはいはい、皆さん楽しみにしてください、来年もよろしくお願いします、いいお年を、それではまた来週もお楽しみに、この番組は格安航空チケット、ビザ代行、手配旅行の ZZB トラベル、世界の漁場から日本の食卓へ、マルケイ食品株式会社の提供でお送りしました。